パリゴリンブレイキン女子で話題となったオーストラリア選手がネット上で誹謗中傷を受けたことに反論し話題になっている。オーストラリアのレイチェルガン、ダンサー名、レイガンは帽子、ウェアが緑と黄色で黒猫ヤマトの制服と似ていることから日本で話題に。黒猫ヤマトがトレンド入りするなど大きな話題を呼んだ。しかし、 独創的すぎるダンスは海外で非難を浴びることになった。フランス選手との対戦ではゼロポイントだったこともあり、X 上ではガンのダンスを嘲笑する動画やコメントが殺到。また、このレベルでよくオーストラリア代表になれたなとレベルを非難する声も上がった。そんな中、ガンはインスタグラムに思いを投稿。人と違うことを恐れないで、外に出て自分を表現してください。 それがあなたをどこに連れて行くかはわかりません。と反論している。がんについてはイギリスメディアさん。が、ブレイキンダンサーの幼児のような演技が話題。オリンピックファンは、史上最大の恥ずかしさ、と顔をしかめると報じるなど、主要メディアが報道。ブレイキンで最も注目を集めた一人と言えそうだ。